では続きまして、作家で活動家の雨宮かりんさんです。よろしくお願いします。どうもこんにちは、雨宮かりんです。なんか落合さんって鳥感が強いのに、そんな落合さんの後にやるのがとてもプレッシャーなんですけれども、よろしくお願いします。本当にね、8年目、明日で8年目ということで、まずはこの8年間ずっともう変わらずに福島に思いを寄せて、原発の、この場を作り続けてきた首都圏反原発連合の皆さん、スタッフの皆さんと、そしてもう本当に集まってきている皆さんに、なんかもう連帯と感謝といろんな、本当にこういう人たちがいるからこの国はまだなんとか持っているんだなっていう、そういう思いで、いっぱいです。で、私自身はこの8年間その避難している方々の、いろんな話、特に私は貧困の問題をやっているので、生活苦の話だとか、二重生活による生活苦、離婚による生活苦、本当に貧困の話っていうのをたくさん聞いてきました。でそういう中で本当に鬱になっただとか、もう引きこもってしまって自分が生きる意味をなかなか見出せないだとか、あと本当に自殺をしてしまっただとか、そういう話をたくさん聞いてきて、一体この国は、まあ、本当にでもそれがやっぱり政治的にも忘れられていて、この8年の中でもう本当に風化しているというふうに思うんですね。で、まあ、私貧困の問題をもう10年以上やってると、まだそんなことやってるのとかって言われることもあるんですけれども、今本当にその避難、福島の原発の問題って、例えば東京に避難している人がまだ避難しているの、だってもう8年も経ってるから大丈夫でしょっていうような、ものすごく心ない言葉をかけられているのを聞いて、それがまたショックなんだということを、そのなかったことにされる、普通に話してコミュニケーションしている中でそういうナチュラルにそういうことを言われるのもショックだし、政治的な意図を持ってまだ避難しているのか、もう原発事故なんて終わったことなんだから、収束したことなんだからというような、全然就職もしてないし、いまだに日本は原子力緊急事態宣言が、発令されている中にあるわけですけれども、そういうこと自体も本当に、なかったことにされて風化されていくというのがとっても恐ろしいんですけれども、まあ、私は10年前、ちょうど10年前の2009年は年越し派遣村で、年が明けて、もうその時は本当に貧困の問題がある意味ものすごい、ある意味ブームのようになったんですね。で、年越し派遣村にはものすごい同情が集まって、寄付金が4000万円集まったんですね。それほどやっぱり関心が高かった。でもそれから10年経ってどうなってるかっていうと、状況はより悪くなって、非正規雇用率は上がって、貯蓄ゼロ世帯も増えて、その上で生活が苦しいという人たちも増えているのに、でその分10年分みんなが年を取ったのでいろいろ不利になっているのに、もう関心は本当にないんですね。その関心の残酷なほどの薄れ方と、こう慣れていく感じと麻痺していく感じ、それと本当に原発事故のこの風化の仕方って全く同じだなと思って、本当にでもこういう人の命、暮らし、健康に関わる問題はブームにしちゃいけないし、もう祭りにしたら忘却が待っているだけだし、ブームになった瞬間に、それが終わった瞬間に時代遅れのものになってしまって、みんなが何もこうなんだろうな、どういう言い方しても反応してくれなくなるというのを、もう本当に身に染みて見ているので、もうこういうような、消費だとか忘却にどう抗っていくのかっていうのが今自分がすごく問われていることですし、同じように原発の問題にも問われているということだと思います。ただ本当に終わってないし、現在進行形だし、でも現在進行形のことをこう、現在進行形のことを過去のものにしたいという、そういう思惑が、圧力が政治的にも働いていると思うので、どうやってそれに抗っていくか、あとこの10年で、出てきたのは貧困バッシングというすごく嫌なもので、お前が正真正銘の清く正しく貧しい貧困者なのか証明しろというような、とにかく黙ってろということを、圧力がすごく強まったんですけれども、それは、原発、避難者、あるいはその原発の問題を言う人に対してもすごく感じます。お前は本当に正真正銘の帰還困難区域の避難者なのかだとか、そういろんなやり方で、自主避難なのかどうかとか、いろんなやり方で分断の線が引かれて、そこで対立が煽られるような、そういうことがもう本当にずっと続いているので、そういう嫌な、なんかこう我慢比べだとか、そういうことをどうやって乗り越えるのかっていうことが、私たちがこれから考えなくちゃいけないことだと思います。
先日私は武器より暮らしをですねという集会に参加したんですけれども、本当に生活保護費が削減されて、避難している人たちへの住宅の手当も打ち切られて、いろんな手当が打ち切られているのに、2012年から、の武器を購入する額が5倍に増えていて、軍事費もものすごくずっと史上最高を更新しているというのを聞いて、本当にどうなってるんだとものすごく怒りが湧きました。そういう状況に対して本当に福島の人たち、あと福島だけじゃなくて、もう本当に原発って全員が当事者なので、本当に自分たちの問題として、寄り添って一緒に生きて助け合いながら、考えていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。